ああ、この町の人たちは何か冷たい。田舎が恋しいな。この公園で物思いにふけるのがなんか一番落ち着く。こら、太郎ちゃんダメよ。ごめんなさいね。この子ったら吠えることなんてないのに。僕の匂いが変なんでしょう。あら、お優しそうな人だわ。僕は人間じゃないので。面白い方ね。あなた、おまんじゅうはお好き？はい、大好物です。私はね、この道の角でおまんじゅうを売ってるの。百戦まんじゅうっていうお店よ。私の店ね、自分で言うのもなんですけど、美味しいって言われてるのよ。としちゃんって子が辞めて、私一人でやってるの。今日はお休みの日で、やっと太郎ちゃんと散歩できてるの。僕じゃダメですか？仕事を探してるんです。グッドタイミング。私の店手伝って。僕、はやおって言います。よろしくね。店とおまんじゅう作ってるところ、ずいぶんと離れているんだな。僕なら15分を3分で運べる。久しぶりに飛んでみるか。まんじゅう食べながら飛べるなんて運が向いてきたぞ。家に帰ってババに報告だ。Thank you.
私だけのメルセデス You stay home now I 光る芝生ヒール脱ぎ捨てて裸足で僕の夢は人間と仲良く生きることなんだ。いっぱい修行した甲斐があったってもんだ。働くぞ。人のために役に立つことこそ僕の使命だ。きっとババも喜んでくれるだろう。ババ、ただいま。ババ、ただの猫になってしまったのか？トシちゃんには申し訳なかった。給料も払えなくなってしまって。私の夢は、母さんの作ったこのお店を潰さないこと。母さんは戦死した父さんの分まで私を育て上げてくれた。私は母さんに感謝してる。父さん、母さん、おやすみ。ババ、行ってくる。さ、出発するよ。あれ？あれ？あれ？飛べない。
just doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man cry before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows? And too many people have died. なんか今日 T シャツマリリンモンローの着て かっこいい。ハッピーバースデーって言った頃のマリリンモンローっぽい。そうですね、多分あの、ね、アンディ・ウォーホルだと思うんで、多分。アンディ・ウォーホルって何？カメラマン？あのデザイナーっていうか超有名な。あ、その T シャツをデザインした人が、うん、そうですね。そうか、私そのマリリンモンローの写真を撮ったカメラマンだと思っちゃった、うん、本物じゃないですよ。本物だったら何千万しますか、アンディ・ウォーホル。そうか、何百万かな、うん、でもこの間はね、はい、アインシュタインのアインシュタイン、うん、あれはいただいてありがとうございます。それはご自分で？これは自分で買ってもう忘れちゃいましたけどね、もう昔なんで、はい、でもファッションって、はい、美咲さんファッショナブルですよね。いやそうでもないですよね。でもファッション今でもね、こういう今マスクしなきゃいけないとかいう時に、ファッションとかって今あれなのかしら、どうなんでしょうね。でもファッションってやっぱり女性だったらやっぱり気になりますよね。そうですね。でも私もこの年代になるとトレンドとかああいうのって追っかけたりとかなんとかってそういう感じでもないですね。あ、自分にやっぱり合う感じがいいですよね、うん、例えば今日のあの、うん、まんじゅう屋さんのおかみさんみたいな。なんか落ち着きました。あれでもね、すごいいいです。本当、私ね、はい、前ね、あのカバン屋さんにアルバイトしたりとかしたことあるのね。あ、そう。いや実はね、あの一回ほら二十歳から30まで、あのアドリブとかアンダートーンとかってアルバム出してた頃って、歌手だったでしょ。その後、はい、一回辞めたじゃないですか。はいはいはい、それからいろんなことがあって。その間にね、私アルバイトしたりしたの。あ、そうなんですね、うん、でね、カバン屋さんでアルバイト一回したことあるのね、そしてね、私まあレジが打てないの。あ、当時はカッチャンカッチャンってやつですか、うん、ああいうことができないの。へ、美咲さん、そんなびっくりしてくんないけど。美咲さんできる？レジ打つの。レジは打ったことないような気がしますけど。でもそういうことって割と器用な方、はい、いや僕もダメなんですよ、ああいうの。結構ねトロトロいから、ね、でもいっぱい人が、うん、多分怒られちゃったんです。いっぱい人が並んでるところで、あのレジ早いクーズ人いますよね。はい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 、ね、でも並んでるとね、後ろの方がねまたブーブー、そういう時なんか飛べたらいいなと思う。今日の話も飛ぶ話だったけど、飛びます飛びますみたいな。あ、飛びます飛びますって懐かしい、うん、ね、コント55号でしょ。 ね、うん、素敵でした、ね、でも似合ってたなあれは、うん、おまんじゅう屋さん。おまんじゅう屋さんもバッチリです。私なんか落ち着きました。あの帽子も素敵だったし、うん、私もしかして歌手をやってるより、はい、なんかああいう格好しておまんじゅう売ってたりするのが似合うのかな。でもなんか好き、そういうの好きかも。いやなんかねすごい似合ってましたね、うん、はい。じゃあ私来世ではおまんじゅう屋さんでおまんじゅう売ろうかしら。
ねえ笑おうよ、お腹すくまで、ねえ話そうよ、旅人も一人で生きられぬ。